もう抑え、感情抑え。はい、みんな電車になりましょう。電車に乗りましょう。乗りました。乗りました。みんなの家の三谷監督が出演者の皆様に勢ぞろいしていただきました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おはようございます。それでは改めてご紹介しようと思います。はい、三谷幸喜監督です。そして唐沢俊明さんです。よっ。イエイ。よっ。さらに後ろに座ってらっしゃいます田中直樹さんと八木亜希子さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ねえ、賑やかになってまいりました。はい、八木さんは3年2ヶ月ぶりの目覚ましのスタジオ。そうなんですよ。足首4年ぶり。ねえ、相変わらず慌ただしいでしたね。こっち座ります。こっち座った方がなんかしっくりくる。神々しくなっちゃって。だんだん来れなくなってやめてくださいよ。ということで、今日はもう4人で賑やかにですね、はい、お話を進めて。さっきから見てたら僕は唐沢さんにかぶりっぱなしなんですけど。出演者の方、田中さんと八木さんは夫婦役ということで、はい、お二人とも独身ですから初めての夫婦役、はい、いかがでございました？すごい本当素敵な方で、すごい素敵な方で、本当に素敵な方ですね。3回言ってます。本当素敵な方だなって思いました。八木さんは？え、いやもう素敵な方で。宣伝しなさいじゃん、はい、映画の中ではね、うんうん、ごめんね、さっきから近くて毛深い腕がガンガン当たってて、ごめんね、悪いなと思ってるんですけど、ね、ね、だんだん向こう行くの分かってきてる。ごめんごめん。唐沢さん、こんなお二人ですけども、先輩からご覧になってお二人の演技はどうでした？でもなんか陰で電話番号聞いたりいろいろやってました。どうなってんだよこの野郎。国枝さん呼ばわりなんだ。国枝さんの代わりはないでしょ。三谷監督にみんなの家のお気に入りのシーンを選んでもらいました。今日はファイナルということなんで、はい、まずは2枚目直樹。これはそれまでひょうひょうとしていた田中直樹さんが唐沢さんを説得するシーンなんですが、監督解説をお願いします。かなり長回しで撮ったんですよ、はい、で田中直樹さんがずっと長ゼリを言ってね、はい、すごくいい表情をされるんですよ、はい、で最後の最後で唐沢さんがね、ま、NG 出しちゃってそうですよ ね、 ねここはね、珍しくね、珍しくそうですよ、ね、ちょっと結構 NG 出したね。じゃあ演技で煽られたんじゃないですか。いやいや本当はね、いい芝居したからちょっと潰してやろうかな。芸能界よくありますから。僕もこれセントラルパークのように見せてますけども、代々木公園の。なるほど、気持ちわかる。まあ、この場面は確かに田中直樹さんかっこよかったですよね。決まってるっていう感じしましたよね。唯一こうビシッと怒ったりするシーンなんですよね。田中さん相対的にかっこよかったですよね。うん、すごくかっこよかった。そうですか、あ、そうですか。見直したって言うと怒られますけどね。大塚さん、はい、はい、分かりました。大塚さん、はい、はい、つかまえますね。という田中直樹さんのこの主役の演技ぶりが、はい、とにもかくにも監督がまず注目したいポイントということなんですよね。こんなに長く映すとこでもない。そんなことないですよ。きます。大事なとこですよ。笑うからさは、これはですね、田中直樹、国枝さんが持っているコースの先から出る蒸気に田中直樹さんが熱がるというシーンなんですが、はい、さあ監督解説お願いします。これもね、最後唐沢さんがね、あまりの田中君のおかしさに笑っちゃうんですよ、で NG になったんですけど、笑う寸前のところでカットを変えたんですよ。だからね、直前の顔で今笑いかけてここで、ね、ちょっと笑ってますよね。だってさ、国枝さんもさ、本当熱いのよ、本当の状況で、またさ、彼がさ、すごい近づくわけで、国枝さんも国枝さんって容赦がないから、うん、ジューってやったら、あちゃ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 って鼻頭に当ててくるんですよ。鼻頭に相当熱かったと思うよ。なるほどね。これだけさすがにちょっと俺もね、うん、で極めつけが、はい、八木の目玉。目玉、うん、目玉。さあ解説お願いします。八木さんってね、意外に眼球がでかいんですよ。おほら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 、話なんだ。あ、ほんとだ。おうわ、来た。これそうなんですね。目玉だ。こんなに眼球のでかい女性は僕初めて。他にもあるみたいですよ。何かと出てくるんですよ。ここもかな。よかった。おいおい。これ、三谷さん、演技としてはどうなんですか。演技以前の問題です。これが見どころってもちょっと悲しい。アニメ的だ、アニメ。なるほど、なるほどね。でもまあ、八木さんの演技は監督どうですか、改めてこう総合点としては。いや、100点満点でしょう。あ、これはすごい。そうですか。ありがとうございます。逆になんか八木さんから監督に言いたいことあります？
赤、リップクリーム。何を言ってるんですか。え、監督にですか。うんうんうん、監督ね、あの、うん、すっごい細かい注意をいろいろと、うんうん、あの撮影の合間にしてくださるんですけど、うんはいはい、みんなでこう撮ってて、うん、カットって言った後にダーッと走ってこられるんですよ、うん、でもその時みんな誰に注意するんだろうと思って、うん、緊迫して待ってるわけですよ、うんうん、必ず一回こけるんですよねそれでなんかカクってなあれなんで必ず転びますよねあと八木さんはね、小便小僧っていうセリフをね、しょんべん小僧って言うんですよこれはね、アナウンサーにとってね、あるまじき発言よくあるんじゃないですか、ね、さあ監督監督、ちょっとあの時間がなくなってまいりましたので、それではね、最後に簡単にお得意のスピーチを目覚ましテレビをご覧の皆さんにちょっとしていただけますか日本語で日本語です、はいあこれ目覚ましこっちか2日目です、目覚ましテレビをご覧の皆さん、はい普段日本映画を見ない方にも、楽しんでいただける映画になったと思います、年に1本しか映画を見ない方、あなたのために作った作品です、ぜひご覧になってください。